こんばんは、かっこいいギタリストの竹下敦です。友人からね、ソルフェジオ周波数に関して、質問を受けました。ソルフェジオ周波数とはですね、基本的に 432Hz を基準としております。こちらのね、友人であるナック藤原氏から紹介していただいたダダリオのチューナーがですね、非常に便利でして、 432Hz に設定することができます。これが今ですね、 A イコール 432Hz です。これで、これがね、本当の意味でのソルフェジオ周波数ですね。あのシンセサイザーなどで作られたね、あのソルフェジオ周波数というのはどうしても、倍音成分がね、含まれていないんですね。その倍音成分というものにすごく人間は癒されるわけです。例えば、仏教のね、おりん、チーンっていう、ああいったものが昔からあるものがだいたい 432Hz です。432Hz が基準になって、その倍もしくはその半分、そういったね、偶数で割り切れるものが非常にね、人の心を癒します。私のね、ギターは基本的にこのヤマハの1970年製のギターを使ってるんですが、ずっと 432Hz で弾いていましたところ、とてもね、その音だと非常によく響く、いいギターになってきました。今後もね、皆さんに、ソルフェジオ周波数、を使ってね、音楽をお届けできればと思います。それではかっこいいギタリスト竹下敦がお送りいたしました。